はい、どうも皆さん、こんにちは。ニロマイです。突然ですが、皆さん、ドラムのイラストって描けますか？ドラムってパーツが多くて、楽器の中でも特に描くのが難しいんですよね。アニメとか漫画とかでも若干位置がおかしかったり、パーツが足りなかったりといったことは多々ありますが、もはや間違えるのがデフォぐらいなので、ちょっとぐらいね、実物と違っても別にいいじゃんと、多くの方が思っているはずです。そして私もその中の一人です。しかし、そんな慣用系ドラマーの私でさえ、なんだこれはと、声を出してしまったイラストがあります。それがこちらです。お分かりいただけたでしょうか？意味不明です。突っ込みどころが多すぎてもはや脳みそが追いつかないんですが、一応一つ一つ丁寧に突っ込んでいくと、まず太鼓の位置と傾きがおかしい、バスドラが薄すぎる、ハイハットがなぜか2つある、フットペダルが反対側についている、このローストビーフみたいなの何？こいつめっちゃドヤ顔なのになぜか小学生低学年女子みたいな服を着てる。多分このハートのところがあのラメっぽくなってるやつです。このドラム担当らしい女性の手首おかしくね？とまあこんなところでしょうか。 Twitter でこの画像をつぶやいたところ、やはり多くの人にとって衝撃だったのか、結構いいねリツイートなど反応があったんですが、その中で衝撃の事実が明らかになりました。なんとこのイラストに描かれているドラムセットは現実離れしたイカれた創作物ではなく、そう、実際に存在していたドラムセットなんです。というわけで今日はこのイラストのドラムセットの謎について解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず結論から言ってしまうと、このドラムセットは今からおよそ100年前、1900年頃に使われていた、いわば現在のドラムセットの原型で、トラップセットと呼ばれていたものなんです。当時のトラップセットの画像がこちらです。はい、お分かりいただける通り、ところどころね違うんですけれども、大体同じような見た目をしています。トラップセットはこれ以外にも様々な形のものがあります。ドラムは初めから今のようなセットだったのではなく、様々な進化を経て今の形に至っています。それでは先ほどのイラストと照らし合わせて順番に見ていきましょう。まずはこの位置的にスネアと思われる太鼓についてです。最初見た時は傾きすぎていて叩けねえよワロスと思うこの急勾配ですが、当時はレギュラーグリップで演奏する方が主流だったので、このように傾けるのが一般的だったようです。このお兄さんも、スネア傾けてないってマジ？と言いたげな表情です。次にバスドラムです。さすがにこれは薄すぎるだろうというふうに思ったんですが、写真を探しているとこのようにほぼ全く同じ形状のバスドラムが見つかりました。ドラムはもともと背負って歩きながら演奏するマーチングが起源です。バスドラムもそもそもはこのように担いで使うものだったので、これをそのまんま地面に下ろして使っていたとすれば、これぐらいの薄さのバスドラムがあってもおかしくないと言えそうです。次にこの謎に2つ設置されたハイハットですが、ハイハットを2つ使っている人っていうのは実は結構います。しかし、まあその多くが片方は閉じた状態を固定しておいて、ツーバスを踏みながらクローズハイハットの音を出すためだったりするんですが、稀に両方ともオープンクローズできる状態で使っている人もいます。それがこちらです。これ足元が映っていないのでどうやって操作しているか謎ですが、このように疑似遠隔操作できるハイハットもあるみたいなんで、こういったものを使っていると考えれば、このダブルハイハット現象も一応は納得できそうです。なんだか時代が古くなったり新しくなったりと忙しいですが、次に行きましょう。そしてこの謎の物体、僕は初めマジでローストビーフにしか見えなかったんですが、この正体はなんと木魚です。そう、あのポクポクチーンでおなじみ仏具の木魚です。実は木魚は第二次世界大戦後、海外でドラムセットに輸入され使われていたんです。その証拠がこちらです。どうやら彼らはサイズ違いの木魚を現代でいうタテンタムの要領で使っていたらしいんです。色も地味な茶色から情熱的な赤色に染め替えられ、完全に外国かぶれしています。なんか日本人の友達が海外留学して帰ってきたら突然ウップスとか言い始めた時の何とも言えないむずがゆさがあります。このローストビーフはまだ赤に染まりきってはいないピンク色ですが、まあおそらく木魚と見て間違いないでしょう。ちなみに木魚を音楽に用いる例は日本でもわずかですがあり、1996年にリリースされた幸田真理子さんという声優の方の夢は一人見るものじゃないという曲のイントロで木魚が奏でられています。それではそのシーンをどうぞ。いやー、素敵で
そしてこの反対側に設置されたペダルですが、こればかりは過去の写真を見ても全く情報が得られませんでした。今回情報を提供してくれたフォロワーさんの見解によれば、これはミュートとして使っていて、反対側にしっかり演奏する用のペダルも用意されているという説が濃厚とのことでした。確かに現代では中に毛布を詰めたりしてミュートをするんですが、このバスドラムの薄さに加えて片方のヘッドを取っている状態では、毛布を入れてもそれが外に出てきてしまってうまくミュートできないでしょうから、固定しやすいペダルをミュートに使ったという説は十分考えられるかもしれません。どんな音が出るかはわかりませんけどね。ちなみにこのイラストには書かれていませんが、昔のドラムセットには他にも面白い楽器が組み込まれていました。まずはこちら。そう、太鼓です。先ほどの木魚と同じように、中国や日本で見るような形の太鼓がドラムセットに組み込まれることも多々あったようです。これらはチャイニーズタクヘッドタムタムと呼ばれ、現在のタム代わりに使われていたようです。この写真では太鼓に加えて木魚も組み込まれているという、おそらく当時からすれば海外の最先端の技術を取り入れたハイパードラムセットだったに違いありません。この女の子も最先端のドラムセットを前にして嬉しくてたまらなかったのか、思わず仮面ライダー電王のポーズをとっています。そして現代ではなくてはならないハイハットシンバルですが、初期の頃は実は存在していませんでした。しかしドラマーがリズムを取るために左足を規則的に動かしているのを見たある観客が、その動きを何かに使えないかとアドバイスをし、このような初期型のハイハットが生まれます。そしてそれがさらに進化したのがこちらの形です。そう、今のハイハットにかなり近い形になっています。さらにこれがどんどん改良に改良を重ね、現代の形になったんです。そして今までの写真を見て気づいた方もいたかもしれませんが、バスドラムのヘッド部分に結構凝った絵を入れるのが流行っていたようです。現在だとメーカー名やバンド名、もしくはドラマー個人の名前などをロゴとしてバスドラムのヘッドに入れたりしますが、当時はこのような風景画がバスドラムに入っていたみたいです。その他にもこんなちょっと芸術チックなイラスト、あとはこんなちょっとエッチなイラストまでありました。さらにここには日本らしき風景の絵までありました。木魚といい、太鼓といい、バスドラの絵といい、なぜか当時の人はめちゃくちゃアジアの文化を取り入れようとしていたみたいです。さらに驚いたのがこちらです。そう、光るバスドラムです。中に電球を入れるシンプルなタイプから、この図のようにペダルと電球のスイッチが連動しているものなど、当時の人たちは乏しいはずの技術力や資源をなぜかここに全力投球しています。もしかしたらこのイラストのこれも実はペダルではなく電球なのかもしれないっていう風に一瞬考えましたが、どう考えても電球には見えないし、ヘッドがないので電球丸見えだしと3秒で却下されました。本当にありがとうございました。このイラスト、実はこのドラムセット以外にも細かいネタが含まれているようなんです。まずこのキーボードですが、どうやらホーナーという会社のクラビネット E7 という電子ピアノのようです。このクラビネットというのは1970年代に使用されていた、これまためちゃくちゃ昔の楽器です。しかもこのクラビネット、主にスティービーワンダーのようなファンク、ソウル系の音楽で使用されていたとのことなので、彼らが演奏する曲もファンキーな音楽であると推測できます。木魚を使ったファンキーな音楽、とてもワクワクしてきました。そしてこの後ろにうっすらと見える金色のレコード、これはおそらくゴールドディスクです。ゴールドディスクとは簡単に説明すると、多くの CD やレコードが売れた時、それを記念して送られる金メッキのレコードまたは CD のことです。国ごとに基準が決められており、例えば2019年の日本だと安室奈美恵さん、氷川きよしさん、米津玄師さんなどが受賞しています。つまりこの古代兵器みたいな楽器を使っているバンドは、実はその国を代表する超人気アーティストで、ゴールドディスク賞を何回も受賞しているという説がここに来て浮上するんです。こいつら一体何者なんだ。はい、というわけで今回はこのイラストをもとにトラップセットと呼ばれた大昔のドラムセットを紹介いたしました。いかがだったでしょうか。僕も初めこのイラストを見たときは、現実のドラムセットと違いすぎて笑えるぐらいにしか思っていませんでしたが、真剣に調べてくれたフォロワーさんのおかげでこのような深い知識を得ることができました。まあこのイラストの最終的な考察としては、トラップセットやクラビネットのような過去の技術、そしてダブルハイハットやラメ入り T シャツなど現代の技術も両方組み込まれているということから見て、現代において過去の楽器を取り入れてヴィンテージサウンドを追求している超前衛ファンクバンド、過去ゴールドディスク賞を獲得する大人気アーティストの可能性あり、過去閉じといったところではないでしょうか。普
通の音楽に飽きてしまったそこのあなた、ぜひヴィンテージなトラップセットを導入してみてはいかがでしょうか。ちなみにこれだけ調べても手首ネキの謎についてはわかりませんでした。